今夜もいい月ね。午前0時のんびり花見をするのも風流っていうか、これでお酒と四季がいてくれたらな。ま、夏に桜っていうのはやりすぎだけど、そうでしょ、そこのお兄さん。まさしく鬼と桜だが、この場合鬼はどちらになる？俺かお前か。美しい人の形をした妖魔と、厳しい鬼の形相をした人間。はためには、まあこちらが悪鬼の類だろうが。中身はそう変わらないんだから、どっちも同じでいいんじゃない。ただしそっちは影絵の鬼みたいだけど。やはりそうか。どうも意識が定まらなくてな。夢の中にいるようだった。ここで出会ったのも何かの縁だ。生きている実感をくれないか。いいけど、ちょっと手加減できないわよ、今の私。せっかくの花見を邪魔されたんだもの。それこそ望むところだ。戦わねば目覚めぬ体なら、とく消え去った方がいい。お前なら生の実感より先に死を体験させてくれそうだ。寄り道をするつもりはなかったんだけど、気がつけばいけすかない教会の中か。土地そのものに暗示をかけるなんて、教会の魔術師だってうまくいかないのに。魔術は使わないんじゃなかったの、シエル？それも時と場合、相手によります。あなたのような反則を叩き伏せるのに、ルールがどうだのモラルがどうだの気にしていては話にならないでしょ。あ、そりゃそっか。うん、納得した。はーい、こんばんは、シエル。そこいらに使徒が歩いてる状況だから、もしかしたらやられちゃったかなって心配してたけど。うん、元気そうで何より何より。まったく、あなたもいつも通りでうんざりです。信じたくはありませんが、本当に私の心配をしていたようですね、アルクエイド。喧嘩仲間を気にかけるのは当然じゃない。もしあなたが再起不能になるなら、そうしてあげるのは私じゃなくっちゃ。ほんと気をつけてよね、シエル。あんな雑魚たちにやられてたら、生き返らせて文句を言ってもう一度殺しちゃうから。相変わらず自分の立場が分かっていないようですね。あなたは神祖、私は代行者。英語に慣れ合うことのない敵同士です。ええ、この微妙な関係もいい加減うんざりです。決着をつけましょう、アルクエイド。それと四季のこともね。いいわ、そういうことなら付き合いましょう。で、殴り合った後は河原で悪口を言い合うのよね。ああ、もういつにも増して酔っ払ってますね、あなたは。不愉快だわ。何度殺しても体を乗り換えてくるのには慣れてたけど、こうして完全に殺した後でも出てくるとは思わなかった。実らないレンボほど残酷なものはないな、姫君。もう二度と会うことはない。そんな実に詩的なフレーズを乗り越えて再会したというのに、そちらは相変わらずこちらを視野にも入れていない。入れているわよ。だからこそ不愉快なんじゃない。その声もその顔も一秒だって見ていたくないのに。いいわ、どうせあなたは幻だもの。この世が明ければ消える。私の視界から消えるのよ。見逃してあげるわ。
それはまた随分と無体な話だ。こっちはお前愛しさにここまで這い上がってきたというのに。王族ってのは進化に報いる器があってのものなんだがね。そう、なら与えてあげるわ。どう、その体に触れるのも汚らわしかった。特別にもう一度だけ脅してあげる。このビジョン、星の終焉、すべてが砂に帰った、滅びきった未来の姿か。そうだ、ようこそ赤い月。ここはかつてあなたが呼び出した未来月。私が望む最後にして最高の救済法だ。何かと思えばワラキアの夜の後継機か。この滅び、あらゆる生命の耐えた星の姿、そなたの言う救済だった。しかり滅びは避けられない。どのような手段をもってしても霊長の自滅は防げる。故に私はこの回答にたどり着いた。滅びが避けられないなら、より良い速やかな滅亡を実行する。その後、人類の歴史が完全に停止した後、その全てを記録し、永劫に欠損摩耗しない記録媒体を残す。これこそが救済だ。永遠に忘れられない、滅びることのない記録があるのなら、全ての生物は意義あるものとなるだろう。たとえそれを閲覧する者がいなくなっても、残されているのなら、いつか違う者たちが知る可能性があるか。なるほど、確かに永遠だ。死を背負う生命として、その願いは切ないほど正しい。だがそれは限界まで生存し、その果てに滅びを受け入れた者のみが選ぶ最後の光だ。自ら滅びを早めるな、そなたが記録しようとする霊長の歴史への冒涜に他ならぬ。異常だ。あなたは星の意志。このまま人間が繁栄すれば、まずあなたの先に死ぬ。それを良しとするのか。たわけ、星の滅びなど結果的にそうなるだけであろう。我が愛し子たち、浅ましくも懸命に生き延びようとし、結果として滅びた。そのとろを笑えるものか。恨み事は罰は与えない。だが滅びのために滅びたとあっても、呆れ果てて愚痴も言いたくなるというもの。明快な鳥、たおやかなオシリスよ、そなたの理念は千年遅い。その盲念は古い一の考えだ。人の世にほだされたのはそちらだ、赤い月。星の声を聞き届ける者として、その故障した魂ごと砂に返してやろう。お、なんか偉そうなこと言っちゃったけど、どちらが正しいかなんて点でわからない私なのであった。賢者の石は惜しかったけど、あのシオンって子ならそのうち似たようなものを作り出せるだろうし、まあ結果オーライかな。今が楽しければいいって前向きさは人間の長所だし、より良い未来を夢見るところが高く伸びれば、いつか星の海に逃げ出せることでしょう。おい、アルクエイド、こっちこっち、映画始まっちまうぞ。あ、うん、すぐ行く。
それじゃあそのほんの少し先の未来を楽しみにして、私ももう少し夢を見続けるとしましょうか。